沈没した観光船カズワンを海中に吊り上げた状態のまま引き上げ地点に向かっていた作業船海進ですが、カズワンが落下したということです。水深およそ120メートルの海底から一度は吊り上げられた観光船カズワンが再び海底に落下しました。カズワンは昨日、民間の作業台船海進によって水深20メートルのところまで吊り上げられました。その後、海中に吊られた状態で斜里沖の浅瀬まで運ばれ、今日にも船の上に引き上げられる予定でした。しかし午前10時半前、海上保安庁にカズワンを海底に落としてしまったと連絡が。その後、ウトロ漁港から西におよそ11キロの地点に落下していることが分かりました。無人潜水機を使って調べたところ、カズワンは最初に沈没した深さよりもさらに60メートル深い水深182メートルの海底で発見されたということです。今回カズワンが落下した原因について専門家は次のように推測します。船を吊り上げてたスリングから、抜け落ちたというのが、一般的に、考えられるかなと思いますね。特に今回みたいにできるだけ船体に傷をつけたくないときには吊り天秤で使って吊り上げるわけですね。吊り天秤があることによってベルトが引き絞られなくて済むようになっているから、船体のダメージが少なくなる。落下したことによる船体への影響、損傷ですとか沈没の原因、これが分からなくなってしまう可能性などはいかがでしょうか。外側についてはくまなく写真撮ってあるんで、船体そのものの損傷はもしあったとしても、それがある前とあった後で比較できるんで、これはその後についたって分かるんですけれども、ただ内部ですよね、浸水の原因が船の内部の方にあったとすると、そこが壊れたのが前回の沈む前に壊れたのか、今回沈んでから壊れたのかがちょっと判別つかない可能性もありますよね。海上保安庁によると、カズワンの詳しい損傷は分かっていませんが、船底を下にして沈んでいるということです。今後再び引き上げに向けた作業が行われる予定です。